次に防衛省の方にもちょっとお聞きしたいんですけどね、これ、今の一連の話をお聞きされてですね、どのようにお考えになっているかということなんですけども、以前ですね、沖縄県のですね、ある自治体で、自衛隊のですね、指定 の、 その住民票登録を我々は受け付けないんだというようなことを相当前にあったと思うんですね。これとんでもない憲法違反といいますか、こう人権侵害事例なんですけどね、まさにこの名古屋大学の平和憲章がですね、今申しましたように名古屋大学 の、 その入学といいますかね、あるいはその大学院の受け入れ、こういったものに大きく左右したとしましたらですね、防衛省関係としては、当事者ですよね、一方のね、どのようにこれ思われます？こんなことはあってはならんと私はその信じたいんですけども、どうも現実的にですね、実際に大学に問い合わせた人にですね、我々名古屋大学は平和憲章に拘束されておりますからって、相手がこない言ってるんですからですね、とんでもない話やけども、このことをもしそういうふうなことあった場合ですね、防衛省としてはどのようにお考えですか？ちょっとお聞かせください。若宮防衛大臣政務官。お答えさせていただきます。今、宮城委員ご指摘のこの名古屋大学の平和憲章につきましてはですね、私ども防衛省といたしましては、その内容につきましてはコメントを差し控えさせていただきますが、職業が仮に自衛官である、あるいは先ほど宮城委員の方がおっしゃっておられましたように、予備自衛官を志しておられると。そういったことを理由として、大学側の方が入学を拒否をするという行為等は、おっしゃるとおり、憲法等の見地からも許されないことだというふうに考えております。過去、昭和40年代、だいぶ前のことでございますけれども、一部の大学におきましては、自衛隊の自衛官がその職業を理由として、入学を拒否をされたという事例が発生したことがございます。でございましたら、当時の防衛庁が、これは文部省に対しまして、当時ですが、厳正に対処を要請をいたしまして、適切に対処してきたところだということに承知をいたしているところでございます。現在、もう宮城委員におかれましても、ご存知のとおり、防衛省自衛隊の任務、世界各国からも非常に高い支持をいただき、また国内でも、災害派遣でも、国民の皆様方からも、非常に高い 90% を超える信頼できる皆様だということで、ご支持をいただいているところでもございます。この自衛官である、あるいは予備自衛官である、それに関わる仕事に就いている、あるいは就こうとしているということを理由に、この大学の入学の拒否の事例があるということは、現在の私どものところでは承知をいたしていないところでございますが、仮に今後、そのようなことが発生するようなことがあれば、関係省庁とも緊密に連絡を取りまして、協力にしまして、適切に対処をさせていただきたいと、このように考えているところでございます。三宅博史君。自衛隊関係者のなお、そのご奮闘をですね、願いまして質問を終わります。以上です。ありがとうございました。